STS-51C はアメリカ航空宇宙局のスペースシャトル計画の15回目の飛行ディスカバリーの3回目の飛行である。1985年1月24日に打ち上げられ1月27日にフロリダ州のケネディ宇宙センターに着陸した。ケネディ宇宙センターへのスペースシャトルの着陸は4度目であった。STS-51C は アメリカ国防総省のペイロードのために行われた初めてのスペースシャトルのミッションであり、そのためミッションの詳細の多くは機密とされた。STS-51C は1985年1月24日14時50分にケネディ宇宙センターから打ち上げられた。この年に9回行われたスペースシャトルのミッションで最初のものであった。 打ち上げは1月23日に予定されていたが、雪のため延期された。また、このミッションにはチャレンジャーが使われる予定であったが、熱防護タイルの問題のため、代わりにディスカバリーが用いられた。STS-51C は軌道に到達した100回目の有人宇宙飛行となった。このミッションは初めてアメリカ国防総省のために行われ、多くの情報は、 機密となっている。NASA は初めて打ち上げの9分前になるまで事前の告知を行わなかった。アメリカ空軍はスペースシャトルは軌道7周目で完成上段ロケットによるペイロードの展開に成功したとだけコメントした。ペイロードはマグナム、オリオンエリンと衛星で対地動機軌道に投入されたと考えられている。2009年、ペイトンは STS-51C で打ち上げられた、ペイロードはまだ軌道にあり、運用中であると述べた。また、アビエーションウィークによると、シャトルは最初 204km519km、軌道傾斜角28.45度の軌道に入り、その後3度の軌道変更を行ったとされる。ミッションは3日間と1時間33分続き、 ディスカバリーは1月27日16時23分にケネディ宇宙センターの第15滑走路に着陸した。IMAX で撮影した STS-51C の打ち上げの映像は映画ザ・ドリーム・イズ・アライブに用いられた。STS-51C のほぼ1年後に行われた STS-51L のミッションでチャレンジャー合爆発事故が発生した。エリソン・オニズカは 両方のミッションに参加した。事故の調査の過程で STS-51C の打ち上げの際、それまでで最も激しい個体ロケットブースターのブローバイが発生したことがロジャース委員会に報告された。これは SRB の点火の際、オーリングが熱いガスを燃焼室の中に完全には閉じ込めていなかったことを意味した。回収された左右の SRB のオーリングは、 いくらか焦げていたが、右側の SRB の中央接続部の分析によって、一つ目のオーリングがかつてないほど貫通しており、二つ目のオーリングがかなり焦げていたことが明らかとなった。STS-51C の打ち上げの際の気温は、それまでのシャトルの打ち上げで最も低いわずか接し12度であったため、この情報は、 チャレンジャー号爆ー発の大きな原因が低温であったというコンセンサスを形成するのに重要な役割を果たした。ありがとうございます。